渋野日向子は前半にアンダー、ウェイ浮上でサンデーバックナインへ、日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯、最終日、12日、センヒルズカントリークラブ、茨城県、6680ヤードパー72、女子プロの1決定戦は最終ラウンドが進行中。約1ヶ月ぶりツアー出場の渋野日向子は、前半を2割、ノーボギーで回り、 トータル5アンダー12体でハーフターンしている。スタートホールの1番を最先よくバーディで滑り出した渋野。その後は再三グリーンに乗せるも、なかなかスコアを伸ばせずにいたが、7番パー4で約4メートルを沈めて、この日2つ目のバーディを奪った。トップ10を間近に捉えて、後半へ突入している。トータル13アンダー単独首位に公式戦、初タイトルがかかる稲見萌康。 1>, 1打差2対2西郷新王、小山志保、2打差4にわい、ミニ4韓国が続いている。